映画「ミュジコフィリア」でなにわ凪役を演じさせていただきました松本穂香です。お箱、そうですね、最近は金子綾乃さんとかが好きなので、金子綾乃さんの曲を歌ったりとかはしますね。私もやっぱりその周りの人の存在っていうのは大きいなと思いますね。ちょっとした言葉だったり、なんかあそこのあの感じ良かったよとか言ってもらえるだけでも自信になりますし、あとはなんかこうあんまりこうやろうとしないこととか気を張りすぎないこととかで生まれることもあるなと思うし、なんかもう試行錯誤だなと思います。あれやってみてこれやってみてみたいな繰り返しの作業の中でやっていくうちに、ちょっとずつちょっとだけ楽しいっていうのが見えてきたりだとか、なんかそれの繰り返しなのかなと思ってます。やっぱりでも毎回その役を演じるのはその人なので、なんかなんだろうな、あんまりこう本当個々でっていう感じですね。なので井之脇さんともなんか本当に単純な会話、ここはどれぐらいの距離感で座ってましょうかとか、なんかそれぐらいのこうやり取りはお芝居に関してありましたけど、もう本当個人個人って感じですね、基本的には。そうですね、本当に自由にやらせていただきました。そうですね、本当最初からなんだろうな、今回京都オールロケっていうことで、京都の本当になんか癒される、心が洗れるような景色だったり、京都のなんか鴨川のこう水の流れる音だったりとか、こうただぼーっと見てるだけでもすごくなんだろうな、癒されるような映画になってるなと思いますし、その中でもこういろんな人のこう好きなことに対してのなんだろうな、葛藤だったりとか、いろんな人の心情がきっちり描かれていると思うので、音楽をやられてる方だけじゃなくて、こういろんなものに向き合われてる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、いろんな方にこう響くような、重ね合わせて見てもらえるような映画になってるんじゃないかなと思うので、ぜひ劇場で見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。映画「ミュジコフィリア」は11月19日に全国ロードショーになります。ぜひ劇場でご覧ください。ピアノノートに優しさの形が聞こえた。あれが音楽。音楽は人を傷つけるもんじゃんか。人は死ぬけど音楽は残る。今日は鴨川を楽器にしたいと思ってます。ぶつかり合う激しく切ない思い、ミュジコフィリア。